シュタインフェルト、ないし、ステインフェルドは、かつて、ストーンフィールドとして知られていた南オーストラリア州の街で、ロフティ山脈の東側の平野にあり、スタートハイウェイの北に位置している。シュタインフェルトの村落は、19世紀に建設された。第一次世界大戦中の1918年に、ドイツ語系の地名から解明され、ストーンフィールドとなった。街の名は、 1986年にシュタインフェルトに戻された。当地では1882年にシュタインフェルトルター派の集いが行われるようになっており、当初は一般家庭で集まっていたが、1890年には独立した教会施設が建設された。信徒たちは現在もこの建物で集会を行っている。ルター派の学校は1880年代から存在していたが、 第一次世界大戦の際に、州政府によって強制的に閉鎖された。1917年には、これに代わる、公立学校が開設され、1969年まで存続した。当初、この地域では、もっぱら、ドイツ語が通用していたため、英語の理解が不十分な子供たちに教える教師たちは、大きな混乱に直面したという。1945年には、 自動車協会がブランチタウントゥルーロ間の道に金傍で公衆電話が通じている街はストーンフィールドであると告げる標識を設置したという。シュタインフェルトとして知られる街の領域の主要部は元々の村落があった場所であり、行政上はミッドマレーカウンシルに属している。領域の北西の一部はリージョナルカウンシルオブゴイダーに属しているが、 残りの大部分は、ディビジョン・オブ・バーカーに属している。バロッサ・バレーのかっクラブと、アデレード大学のかっクラブは、共にシュタインフェルトの飛行場を利用している。ありがとうございます。